オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供フランス365最新ニュースへようこそ。皆さんこんにちは。パーソナリティの野瀬祐介です。本日もフランス365のフランス最新ニュースの時間がやってまいりました。どうぞ最後までお聴きください。番組は2部構成でお届けします。第1部は 月第週目目ににフランススで注されたニューを順番ご紹介します第2部は第1部で取り上げたニュースの中からアンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介しますそれでは10月第1週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します人気漫画 ジャック・パルメールシリーズの生みの親、ルネ・ペティオン氏死去。9月30日日曜日、フランスで人気を博し、俳優のクリスチャン・クラビエ氏とジャン・レノ氏によるダブル主演映画、コルシカン・ファイルの原作にもなった漫画ジャック・パルメールシリーズの生みの親、ルネ・ペティオン氏が、長い闘病生活の末、72歳で亡くなりました。 シャンソンの司法、シャルル・アズナブール氏死去、去年94歳。10月1日月曜日、世界で最も有名なシャンソン歌手の一人で、シャンソンの司法と呼ばれるフランスの大スター、シャルル・アズナブール氏が、フランス南部のブッシュ・デュ・ローヌ県のアルピーユの自宅で亡くなったと、フランスメディアが一斉に報じました。去年94歳でした。 コロン内相辞任。止まらない閣僚辞任に苦境のマクロン大統領。10月1日月曜日、ジェラール・コロン国務及び内務大臣が、2020年のリヨン市長選に立候補することを理由に辞任を申し出ました。エマニュエル・マクロン大統領は一時辞任を受け入れずに移流していましたが、昨日になってコロン内相の辞任を受け入れました。 この1ヶ月ですでに閣僚が2名辞任していて、マクロン政権は窮地に立たされています。フランスへの観光客数、2018年は過去最高に。10月4日木曜日、フランスへの2018年の観光客数の予測が発表されました。それによると、今年は9000万人を突破し、過去最高記録を更新するそうです。 フランスの深刻な眼医不足。国が対策を提案。10月5日金曜日、会計監査院は昨日発表したフランス社会保障関連レポートで、現在深刻化している眼医不足解消のため、医療費補助職員や一部の眼鏡屋など、眼医以外にも眼鏡やコンタクトレンズの処方を認可することを提案しています。 続きまして、オンラインフランス語学校、アンサンブル・アン・フランスのスタッフが、この中から最も注目すべきニュースを、日本語とフランス語を交えて、詳しくご紹介します。今回は、シャンソンの至法シャルル・アズナブール氏死去、去年94歳です。10月1日月曜日、世界で最も有名なシャンソン歌手の一人で、 シャンソンの司法と呼ばれるフランスの大スター、シャルル・アズナブール氏が、フランス南部のブッシュ・デュローヌ県のアルピーユの自宅で亡くなったと、フランスメディアが一斉に報じました。去年94歳でした。フランスを代表するシャンソンの大スター、シャルル・アズナブール氏の生い立ちをご紹介します。1924年、 5月22日、パリ中心部のサンジェルマン・デ・プレで、グルジア出身でバリトン歌手の父とアルメニア系トルコ人の母の間に生まれます。本名はシャーヌール・バリナグ・アズナブーリアン。両親はアズナブール氏とその兄弟が幼い頃から舞台に立たせます。7歳の頃に子役として舞台デビューし、 その後、芸名をアズナブールと名乗り、芸能活動を本格的に始めます。12歳の頃には、すでに映画にも出演しています。1941年に作曲家のピエール・ロッシュと出会い、1942年にデュオ・ロッシュとアズナブールを結成し、多くの楽曲を世に送り出します。 エディット・ピアフとの出会い1946年に当時フランスをはじめ世界で絶大な人気を博していたエディット・ピアフに才能を認められ彼女のアメリカツアーに同行して前座を務めますこれによりアズナブール氏の存在が世界に知られるようになりますソロ活動を開始1953年に ソロとして独立し低くしゃがれた渋い歌声が人気を博し1955年にパリのオランピア劇場で行われたコンサートで大成功を収めますこれまでのシャンソンにジャズの要素を織り交ぜた独特のスタイルで歌う愛の歌は多くの女性を虜にしただけでなく男性もアズナブール氏の歌い方を真似るなど時代を牽引していきます 代表曲には、愛のためにシスや、ラ・ボエーム、ラマンマ、忘れ字の面影などがあり、数多くの楽曲を世に送り出しています。また、俳優としても精力的に活動し、多くの映画にも出演しています。レジオン・ドヌール勲章受章。2004年には、これまでの功績が称えられ、 フランスで最高勲章のレジオン・ドヌール勲章のコマンドールが授与されています。日本との関係、世界中に数多くのファンを持つアズナブール氏は、1968年に初来日し、多くのファンを魅了しました。その後、たびたび日本を訪れていて、最近では2016年に、 最後の日本ツアー2016を今年9月17日月曜日19日水曜日には生誕94周年特別記念来日コンサートで東京と大阪で来日コンサートを行ったばかりでしたまた日本における音楽分野の発展音楽映画を通じた日仏交流の強化 友好親善に寄与したとして、今年5月、日本政府の2018年春の叙勲旭日小綬章が授与されました。亡くなる直前の9月28日金曜日には、日本地図が背中に描かれたジャンパーを着て出演するなど、日本好きなことが伺えますまた同イインンタタビビュューーの中でインタビュアーから あなたにとって生きがいとは何ですかと問われると、私の生きがい、それは私の仕事ですと答え、生涯歌い続けることを力強く語っています。シャンソンの司法の訃報に、各界から追悼のツイートが寄せられています。世界中に知られている真のアルメニア系であり、深くフランス人である シャルル・アズナブールは、三世代にわたって、喜びと悲しみをもたらすだろう。彼の代表作、響き、たった一つの輝きは、長く生き続けるだろう。エマニュエル・マクロン大統領。フランスのシャンソンの真の象徴となったパリジャン。世界を駆け抜けた、情熱的なアルメニア大使である、 シャルル・アズナブールの死の知らせは大きな悲しみです。ご家族、関係者の方々に哀悼の意を表します。アンヌ・イダルゴ・パリ市長。では、ただいま紹介した内容を、オンラインフランス語学校、アンサンブル・アンフランセ講師、セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、 セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文は、フランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方は、ホームページをご覧ください。それではお聞きください。C'est avec grande tristesse que j'écris ce nouvel article. J'espère qu'il pourra toucher votre sensibilité. mort d'une icône de la chanson, Charles Aznavour. La grande star, Charles Aznavour, qui était le chanteur le plus connu à l'étranger et aussi considéré comme l'icône de la chanson française, est décédé lundi 1er octobre. Les médias français nous apprennent qu'il s'est éteint dans sa maison des Alpilles, dans les bouches du Rhône, à l'âge de 94 ans. Un géant de la chanson française. Début de sa carrière dans sa petite enfance. Il est né au centre de Paris le 22 mai 1924 à Saint-Germain-des-Prés d'un père bariton géorgien et d'une mère arménienne de Turquie. Son nom de naissance est Chanour Varinag Aznavourian. Ses parents l'incitent, lui et ses frères, à monter sur scène dès leur plus jeune âge. Il commence vraiment sa carrière très jeune, à l'âge de 7 ans, et prend pour nom de scène Aznavour, à 9 ans. À l'âge de 12 ans, il joue déjà dans un film. En 1941, il rencontre le compositeur Pierre Roche et l'année suivante, il forme le duo Roche et Aznavour. Leurs chansons sont écoutées dans le monde entier. Rencontre avec Edith Piaf. En 1946, il est remarqué par la fameuse chanteuse Edith Piaf qui reconnaît son talent. Ils font ensuite une tournée ensemble aux États-Unis qui rend Charles Aznavour célèbre dans le monde entier. Début de sa carrière solo. Il devient indépendant en 1953 et sa voix grave et enrouée est devenue très populaire si bien que son concert en 1955 qui a eu lieu à l'Olympia à Paris rencontre un franc succès. Ces chansons d'amour, mélangeant aussi du jazz, ont non seulement captivé beaucoup de femmes, mais aussi lancé une nouvelle tendance de la chanson que les hommes imitent sur plusieurs générations. Parmi ces grands succès, on note Mourir d'aimer la Bohème, la Mama, tous les visages de l'amour, ainsi que bien d'autres chansons qui sont écoutées dans le monde entier. Il est également acteur et est apparu dans de nombreux films. La Légion d'Honneur Il est nommé officier de la Légion d'Honneur, puis courmandeur en 2004. Sa relation avec le Japon. Monsieur Aznavour est venu au Japon pour la première fois en 1968 et a fasciné de nombreux fans. Par la suite, il y retourne de temps à autre, notamment en 2016 pour sa dernière tournée au Japon, puis récemment les 17 et 19 septembre de cette année pour fêter ses 94 ans. Il reçoit aussi en 2018 L'ordre du soleil levant pour sa contribution au développement du secteur de la musique au Japon, renforçant les échanges et les relations amicales entre le Japon et la France à travers la musique et les films. Le vendredi 28 septembre, Juste avant sa mort, lors de sa dernière apparition à la télévision, on peut voir qu'il portait un blouson qu'il avait acheté au Japon sur lequel on voit des motifs japonais et la carte du Japon. En outre, il disait que son travail était sa raison de vivre. Des tweets de condoléances venant des quatre coins du monde. À la suite de l'annonce de son décès, sur Internet, des tweets de condoléances ont été postés dans le monde entier. À commencer par le président Emmanuel Macron qui explique à quel point il était unique et comment il gardera une place importante dans nos cœurs. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a elle aussi écrit un tweet émouvant. Avant de finir, je voudrais ajouter un commentaire personnel. Je n'oublierai jamais à quel point j'ai été choqué d'apprendre sa mort alors que je lisais le journal silencieusement le matin, quand j'ai lu un titre annonçant sa mort, je n'ai pas pu m'empêcher de m'exclamer あ、ーオトゥあ、な、oh,、シャルアズナブー l nous a e a u a r エレストラトゥジュールダンノクアー。セバスチャン先生、ありがとうございました。日本のファンも多い、シャルル・アズナブール氏。作曲や作詞も手掛け、1400曲以上のシャンソンを書き、 60本以上の映画にも出演したそうです。偉大なシャンソン歌手のご冥福を心よりお祈りいたします。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうかウェブ上で公開している情報サイト、フランス365では、毎日最新のフランス情報、フランス語学習法を公開しています。フランス365で検索して、ぜひ、 お気にに入りに登録してください番組を聞いてもっとフランスに興味を持ったフランス語を勉強したいと思われた方は1回1500円から世界中どこでもオンラインでマンツーマンレッスンが受講できるアンサンブル・アン・フランセをご検討くださいまずは無料体験レッスンでお待ちしていますこの番組は毎週週末から 週始めをめどにお届けする予定です確実にお届けする方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますのでぜひ購読するのボタンを押してくださいまたオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセは毎週金曜日をめどにフランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信しています 週の初めはフランス365でフランスの最新ニュース。週末はアラカフェットでフランス語学習をお楽しみください。それでは皆さん、また次回の配信でお会いしましょう。